フォルクスワーゲン春日部です。本日はアップ GTI のご紹介をいたします。限定600台の限定車両です。ボディカラーに分かれて限定台数が分かれています。そのうちのホワイト、今日はご紹介をしていきます。早速外装パーツ見ていきましょう。フロントフェイスは GTI 伝統の赤いラインが入っています。フロントバンパーは通常ボディ同色の部分が全色ブラックに塗られています。フォグランプも装備されています。アルミホイールは GTI 限定の17インチの純正ホイール。足回りに関してもアップ GTI 専用のスポーツサスペンションが装備されています。ミラーカバーもブラックに塗装されています。後ろのガラス3枚は色付きのダークティンデッドガラスになっています。リアはディフューザーが装備されて専用のマフラーが入っています。リアはパークソナーも装備されていますので後ろの駐車も楽々かと思います。後ろにも GTI のラインがきれいに入っています。専用のリアのディフューザーも装備されています。続いて内装を見てみます。中は赤を基調としたデザインです。シートは伝統的な GTI のチェックシートが入っています。ステアリングは GTI 専用の D 型ハンドルが入っています。フロントのパネルも赤と黒のデザインが非常に際立ちます。インフォテインメントシステムが装着をされていますので、ナビゲーション等々はスマートフォンで使用することが可能です。シフトノブは6速のマニュアルです。赤のリングがすごくかっこよく見えます。後席も見てみましょう。後ろも同様に GTI のチェックシートが入ってます。アップ GTI いかがでしたでしょうか。3気筒の1リッター TSI エンジンで非常にパワフルなエンジンを積んでいます。走行性能にも非常に自信のある設定になっていますので、運転が非常に楽しく感じられる1台だと思います。限定車両になりますので台数は非常に少ないです。春日部でも1台だけの展示を予約確保できました。お早めなご検討をお勧めいたします。皆様からのご来店、ご連絡、心よりお待ちしております。以上、フォルクスワーゲン春日部でした。